新蔵です。岸田ちゃんのネトウヨ道場、始めます。岸田内閣の組閣の質問でーす。幹事長に一番に適した人は甘利明であるか。甘利は建設会社から賄賂の貸し寄りもらった犯罪人だからやばいんじゃないかな。違うって、甘利ちゃんは僕ちゃんのお友達でーす。じゃあ、続いて出題します。政調会長には、ネトウヨの高市早苗が良い人事だ。高市ちゃんなら、中国、北朝鮮にミサイル攻撃してくれるし、靖国神社を国の神社に指定してくれる。高市は、おバカのネトウヨだから、こんなのが政調会長って危険、極まりない。もう、ダメだよ、岸田ちゃん。今日も、また、ひどい点数だ。道場の続きは明日にします。김정은 동지 우리는 당신밖에 몰라.